とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、古代狩りでこの前、ゲットした武器を使っていきたいと思います。今日使う武器、これです。ホークブランドの黄金装備、黄金スキルが、重力1。この重力だけども、俺は1でも3でも変わらないと思うんだけども、どうだろうか。1も3もそんな変わらんよね。うん。重力ついてるってのはなかなかいいと思う。で、エンチャントだけども、もうこの感じを見ると、輝きを3つけてみようかなと思ったのよ。輝きって重複するでしょ？大体は 20% の確率だけども、まあ 60%、 2回に1回ぐらいは発動するようになるんだろうね。まあまあちょっとホークブランドの輝きさん行ってみようかね。まあ言うならば光の剣みたいな、ドラクエに出てそうなね、そういう装備になっちゃったけども、行ってみましょう。では、行きましょうか。どんな感じだろう。これきつい、きつくない？これはさすがにきついよ。火炎がついてると、このレベルのやつはね、ちょっと耐えれないんだよな。火炎付きは無理。一応、プラス25なんだよね。ちょっと待って、この数いってみる？お！ああ、若干火力が足らんか。火力が足らない気がする。うん、でも耐久力はまあまあまあそれなりにあるか。これはちょっときついな。なんだろう、この生存率を上げるってするなら、防具をさ、バトルローブよりも、バトルローブよりもスパイダーアーマーの方がいいか。ちょっとスパイダーにしてみましょう。スパイダーだったらまあまあ倒した時に確実に HP 回復するんで、どうでしょう。おっと、減らないね。あ、まあまあ力がね、今ついてるから、ちょっと、どうとも言い切れないけども、力が今切れたね。行きましょう。回復する！あ、このね、輝き3と、スパイダーの吸血でね、結構安定するよ。もう、全然、死にそうな雰囲気はない。むちゃくちゃ回復する。すごくない？すごくない？これ結構囲まれても大丈夫じゃないの？このエンチャのやつとかいたりしてもさ。あ、防護付き、防護付きはきつくない？死なないやつっていうのは結構きつい気がするけども、いや、いけてる、いけてるぞこれ。ははは、いけてる、マジか、いけるもんなんだね。全然倒していけてる。へー、これ四方を囲まれてもいける、もしや。これ壁を背にすると全然大丈夫だわ。壁を背にするといける、全然。もしもこう四方を囲まれた場合は、まあ、これちょっと数少ないけども、まあまあまあ、この数だったら全然いけるわな。いや、でも、すごくねえかな、これ。この耐久力はなかなかすごいと思うけどね。オッケーオッケー、ちょっと囲まれよう。ここまで囲まれるとちょっときついか。待てよ。英雄アーマーとかどう？
英雄アーマー装備すると、まあ、HP は回復はしないけども耐久力抜群に上がるよね。英雄の方で行ってみる。俺のねもう一つ、持ってるクールダウン2つついてる英雄アーマーがあるんだけど、どこだったっけ。あったあった。これなんてどう。ちょっと待って、囲まれよう囲まれよう、行くぜ。あきつかったきつかった。あれこれ英雄とは相性悪い。一応 35% のダメージ軽減がついてるんだけどね、あんまり意味なかった気がしたな今戦った感じでさ。全然軽減されてない気はするんだけど、ああこれはスパイダーアーマーの方が全然強かったね。あ、ダメだ、押される。押し切られるか。あ、押し切られた。スパイダーアーマーだったら多分、今のやつでも、耐えれたよね。なるほど。スパイダーとこれは相性が、いいのかもしんないね。輝きでね、めちゃくちゃ回復して、で、さらに倒した時吸血で、回復するんで、ほぼ減らない感じになるね。防御力を上げるよりもこの回復力を上げた方が良さげだ。うんうん、これスパイダーアーマーと合わせるとかなりいいっぽい。うん、壁を背にして戦うと全然やられそうにもならないか。もう全然押されない。若干回復がね間に合わない時もあるけど、まあ、全然いけるね。運次第ってとこもあんの、運次第ってとこはあるけど全然あの数さばける。まあただボス戦ではそんなに使えないかもね。ボス戦では雑魚戦ではこれはちょっと無類の強さかもしんない。あーちょっと待って、重力したらダメだ重力があるとダメだって。重力きつい。うん、あまあまあ、得意不得意の敵はいるよね。いるけども、あ全然これ今後使っていってもいいわ。もうやっぱ金スキルで重力がついてるっていうのがいいね。重力付きはいい、すっごい便利。まあまあ雑魚戦ではこれいいと思う。ボス戦では、火力がないから、いまいちだろうけど。まあ、ボス行ってみましょう。行くとなるならば、まあ、ドラは必要だろうね。こんな感じで行きまーす。火力としては、全然いまいち。いまいち。でもまあ、悪くはないか。うん、いやでも低いな、やっぱり火力は低い。普通のね、火力特化のやつ使いまくってるから、もう火力ないやつっていうのは本当にボス戦では物足りない。全然物足りないわ。俺の3倍ぐらいの火力が出せるからね。うん、機械装ブレードとかなるとどんぐらいだ、5、6倍の火力は出せるね。まあまあ、雑魚戦用としてはね、すごくいい。機械ソーブレードとかは、雑魚戦ではちょっと使えないからね。あれはもう本当にボス特化用なんで、まあ全然これ、いいと思う。しゃあ、いいんじゃないの？はい、今日はね、これ、ホークブランドの黄金武器、使ってみました。重力がついてます。エンチャントで、輝き3だけども、これが意味あるのかわかんない。実際。どうなんだろうね。でも、スパイダーアーマーと組み合わせて使ったところ、めちゃくちゃ耐久力があって、雑魚戦では重宝します。いいと思うよ。はい。ではまたね、
他の武器ゲットしてるのでやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。